こんにちは、すしのこです。さあ、ポケモンコマスターね、やっていきましょう。実はまだ全然進めてません。なんでかというと、ちょっとね、ここのピカチュウがね、非常に強くてなかなか勝てない。多分ね、ガチでやってる人にはせせら笑われると思うんだけど、ピカチュウのね、2体にめちゃめちゃやられてしまいます。なので今回ね、ダイヤを200個貯めたので、まずはいいフィギュアをね、ゲットしたいかなと思います。なのでショップ行きましょうか。さあ、トレボを交換していきましょう。シングル購入もね、1枚カードいただいてるのでいけます。なのでまずはシングルトレボから回していきましょう。ここでいいのが出ないとね。さあ、カモン、青かー、なんでしょう。おー、不思議だね。アンコモンか、ちょっぴり残念ですね。さあ、次ダブルが2回引けます。ダブル2回引いていきましょう。さあ、来い、青光は全部アンコモンかな。あ、持ってますね、ストライク。さあ、来い、青かー。やっぱ 0.5% は結構厳しいね。ゴルーニャ。そしてアンコモンのスワップスポット、プレート獲得。もう一回引きます。ちょっと今回外れだぞ。頼む、レアが1個ぐらい当たってくれ。頼む、青。ここでもうテンション超激ダウンだよね。アンコモンのゼニガメ。さあ、頼む、ハリマロン、マロンちゃん出てきちゃったか。そしてコモンの、草の脅威。はい、大爆死ですね、これは。このガチャでね、強くなれるかと思ったんですけど、牽制もあんまり変える必要がないな。さあ、それじゃあ僕はずっと倒せなかったピカチュウ、超絶10万ボルト行ってみようか。このピカチュウ2体がね、強いんだ、これが。自分もピカチュウ入れてるんですけどね。はい、先行。最初はオートでいいんですけど、決定打のとこではね、オートは、守りしかしないので、攻撃はね、してくれないんで、攻撃するときは自分が決めなきゃいけないですね。そんな感じです。最初の動きはもう AI でね、オートで動かす方がいいと思う。向こうは結構ね、ガシガシ攻めてくる感じですね。完全に守りに入ってるな。こっちも自陣を守りましょう。さあ、うん、プラスパワー来ましたね。ピカチュウのプラスパワー。そして攻撃、ここは何クロウだろう、これ。なんとかクロウ、おお、来た、ブレイククロウ、やったぜ。これ勝ったんじゃない。あー、でも2しか動けない。ここはちょっときついかも。もう一回、そうだよね、もう一回攻撃が来ちゃう。うわー、負ける可能性激高。かわす、オッケー。これでかいね。これ勝てたかな、これで。あ、勝てちゃった。最初のあのピカチュウの攻撃を上回ったのがでかかったですね。それだけで勝ててしまう。ちょっと2、3回ぐらい連続で負けてたんですけど、こうやって運が良ければ勝てちゃいます。そういうゲームだね、これ。ポケモンの強さも結構関係してるけど、運ゲーも結構あるという感じ。さあ、マルチもやってみようか。ランクマッチあたりやってみようかな。お、ランクマッチに挑戦するのにダイヤが必要なんですね。ダイヤもしくはコイン、ちょっとびっくり。ランクマッチに挑戦します。さあ、じゃあコインの方で行ってみようか。
どんなことやるんだろう。デュエル相手検索中。ハロー。こんなに早くマッチングするほどやってるのかな、人が。めっちゃ早いんだけどマッチングが。 AI じゃないの、もしかして向こう。なんか AI の気がしてならないぜ。あれ？お？この遅さは本物か？結構考えてるね。ちょっと強いやつを出して守りの布陣に。考えるね。しっかり守りましたね。ここはまず大勢配置しておきましょう。さあちょっと進軍しようかな。さあどうする。ここで動きましたよ、エアームドが。うん、さあ来い。飛ぶ、飛びました。もうここしかないじゃんね、飛ぶ。そしてこれ対決しますよ。てい、飛ぶ飛ぶな逆側に飛ぶ。さあどうするんでしょう。こっちゃま、飛ぶ飛びまくり。あーそっち側に飛ぶのか、やだな。ちょっと嫌な形になりましたね。どうしようかな。ピカチュウを出しとこう。さあどうしようかな。ピカチュウやばいよ。ピカチュウ挟むからね。次勝負かける、かけない。よし、ピカチュウ挟んで倒します。さあ次は、いや結構きつめだね。どうしようかな。水の脅威を持ってる。ちょっと不思議だねよ。対決しちゃいましょう。はい、眠りごな。うわー眠っちゃった、眠っちゃったマジか。つるむち、よっしゃ。さてさてさてどうしようかな。ここでアチャムを飛ばしてターンエンド。これガチガチじゃないの相手。さあどうしていこうかな。次ポッチャマ挟んで、勝ってもやられても挟めるよね。ポッチャマ挟みつつ、あ挟んでもダメなんだ。ここはさあどうしよう。あった、うまい、やられちゃった。どうしようかな。挑戦していこう、どんどん。眠りごな、眠らしちゃった。
ボッチャマをやっていこう。あ、しまった。しまった。何これ、ネットワークに接続中って。あれ、どうしたんだろう。何が起きた。はあ、はわわ、やっべえ、ボロボロじゃないか。やばい、あっという間にボロボロになっちゃった。なんでネットワーク接続で動けなくなっちゃうんだ。やめてくれ、落ちるのやめてくれ。僕が悪いのかな。僕のとこの通信状況が悪い。一応すぐそばにね Wi-Fi のポイントがあるんですけどね。勘弁してくれまして、動かせないよ。なぜ、これ時間切れになるじゃん。なんで動かなくなっちゃったんだ。 Wi-Fi 入ってるよね、満タンだけど。ネットワークね、接続中から動かなくなっちゃった。困っちゃったな。もう投了したいぐらいなんだけど。ちょっと劣勢になって、なんか通信切断したみたいになっちゃうじゃんこれじゃあ。相手の人がね本当に人間だったら。ちょっとあんまりそういうことはねネットで避けたいんだけど。動かないんだよ、こうずっとタップしてんだ僕。これ丸がポコポコ出とるでしょ。なぜこうなった。これじゃあ対戦できないよ。おかしいな。左上の Wi-Fi マーク満タンになってるんだけど、なんで接続中で動かなくなっちゃうんだろう。やめてくれよ。もうまだまだできるよ。まだハリマロンもいるし、エアームドだって今からこう解除されるから、ちょっといい戦いしたかったのに。もうなんか切断中みたいになっちゃったじゃん。もうおかしいよ、こんなの。おかしいよ、100コイン払ってるのに。これだ、課金要素のダイヤ払ってたら最悪じゃんね。ゼロになったけど、時間切れ負け。嘘でしょ。ひどすぎるよ。もう何も押せなくなっちゃった。次へも接続してるのに。おかしいな。ほら、おじもんは普通にできますよ。おじもんはできるのに。あ、ちなみにね、脱出が GO になってます、もうすでに。でもね、ミュウは仲間にできてません、まだ。ミュウもミュウ2も。なぜこっちだけネットワーク接続中でお待ちくださいになっちゃったの。もうフリーズじゃん。ちょっとこれ切るしかないのかな。切ろうか一回。うん、やっぱり通信できますよね。なんであんなに止まっちゃったんだろう。あー、なるほど。じゃあ、ああいう風な表示になったら切って入り直した方がいいってことなのかな。ちょっと困っちゃうね。ちょっとあんなになっちゃったら困るな。さっきのね、もし対戦した人が本当にね人間の方だったら、ちょっと申し訳ないね。時間切れってすっごい向こう待たせてることになるからね。ちょっと困っちゃいましたね。これじゃ怖くてできないよ、ランクマッチ。コインが減っただけだ。ということで最後シャトードローザを挑戦して終わりましょうか。
落ちたし。ちょっとどうして、僕のあれが悪いのかな、なんでこんな落ちちゃうんだろう。コネクティングしてるよね。自分が悪いのか運営さんがおかしいのかちょっと分かんないです。なんで落ちちゃうんだろう。さあ、あんまり AI に頼ってるとランクマッチで恥ずかしいことになるってことかな。さあ AI でチャカチャカいきましょうか。キモリちゃんがいるね、相手はグラエナ。もうグラエナ進化ポケモンが向こうにいるな。さあどんな感じの戦闘になるでしょうか。 AI 任せだと本当にね、こっち側から戦闘を仕掛けないのでなかなか、戦況が変わらない感じですね。 AI 使うと来ました、炎かわしちゃった。あのキモリなんで後ろ向いてんの。さあここはもう一度キマリに仕掛けていこうか。ミスしないで、つついた。次は眠りごな挑発、もう一回眠りごな。あ、2回やるとダメになるんだ。さあピカチュウでいこうか。ピカチュウ結構強いよ。10万ボルトが来たら勝てる。勝ちましたね。ビリリビリビリ、よし、グラエナが守ったね。今度はエアームドがいきましょうか。ここは対決していきましょう、ビードルに。さあ来い、飛ぶ。よし、ここに飛んでいくよ。さあ守らないと。そこで守りましたか。あ、これ入って大丈夫。キモリをやっつければここで勝ち。かわされた。あ、あ、なるほど、逃げ場を失えばパチンってなっちゃうってことね。なるほど。さてどうしようかな。ここら辺グラエナをやっつけていきたい。さあ来い。あ、負けた、負けまくった。どうしようかな。ここはこっち逃げ道を作っていかないといけないね。エアカッター、あら、毒針の方が強い。やっちゃった。えいや、飛んだ。ちょっと一旦逃げようか。こっちに逃げましょう。さあどうしていこうかな。ここちょっとガラ空きだから守っとくか。はいよっ、よし、弾いて。さあ次だね、次どこ行こうか。ちょっと参っちゃうな。40、50、あー勝ちにくいな。ピカチュウ行くか。ピカチュウで勝負かけていくか。いくぜ、ほら、かわす。少ないやつが来たな。ん？来ましたね。あ、やばい、これや、やばやばばやばばばば。ここは守りに入らなければ。コンコンコンと。そしてアチャモモ、わ、来たね。眠り粉、毒の粉、ドン。よし、アチャモが進軍します。
あーミス、やっちゃった。やばい、これでグライナーが倒せなかったら終わってしまう。さあ行ってくれ。あー挑発、あよし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 毒があったから助かった。さてさて、さあどうしていこうか。ちょっと AI に任しとこう。攻めてきましたね。よし、ブレイクロー強い。さあここはキモリをやっつけていくよ。ピエッ、ああかわした。ここそ攻撃のチャンス来る。あちゃもいけ。あー毒針か。次ピカチュウがキモリをいきます。キモリを攻撃、これが決まれば勝てるはず。あかわすかわしたか。あやばい、123でまだいけるね。もう一回チャンス頼む。よし、来た来た来た、10万ボルト。はい残念残念、私の勝ちだ。いやー長い戦いです本当これね。でレベルがあるんですけどね、勝っても経験値が4しか手に入らないので全然レベルが上がりません。これはあれかな、 iOS 版が来るとしっかりした経験値が入るようになるんですかね。これレベル上がらなすぎじゃない。チャレンジもかなり成功しました。チャレンジに成功すると枠が増えるのかな。コイン14枚。はい、こんな感じで、今回はねランクマッチやってみたんですけど、ちょっとね通信障害が起きてしまってフリーズしてしまいましたね。あとこっちのバトルをする時も落ちてしまったりして、なかなかスイスイとゲームができない感じでちょっと困っちゃいましたけど、今回でもねトレボも全然良くなかったし、ちょっと見せ場があんまりなかったかな。バトル自体はねどこで攻めるかをちょっと考えるとなかなか奥が深くて面白いかなと思います。ということで今回はねポケモンコマスターのあんまりいいところをお見せできませんでしたけど、またねダイヤとか貯まったらストーリーとかねちょっと進めていいとこね紹介できたらと思います。それじゃあ土の子でした。